フロントロード保温型はスピーカーの位置形式である。スピーカーユニット前方から発生する低温を保温によって増幅する方式。保温といってもバックロード保温型のように長大なものではなくごく短い保温である。これはユニット前面から再生する中高温に影響を与えることができないためまっすぐな方にならざるを得ないからである。 バックロードーン型のようなーンを折り曲げて中高音を減衰させる設計とは全く反対に位置する。また他のスピーカー形式がスピーカーユニット後面からの再生音に手を加えるものであるのに対しフロントロードーン型はユニット前面からの再生音に手を加えるものである。当然ながらフロントロードーン型においても後面からの再生音には手を加える必要がある。 密閉型形式が多いが、バックロード保温型やバスレフ型と組み合わせる場合もある。バスレフ型と組み合わせる場合は、コンビネーション保温型と呼ばれる。上述で短い、まっすぐな保温と解説したが、例外もある。サブウーファーとして用いる場合は、中高温が減衰しても構わないので、保温が長大かつ折れ曲がっても構わない。ただしこの場合は、 ユニット全面の低音をホーンで増幅するものであってもフロントロードホーン型とは故障しない場合が多い。BOSE はスピーカーユニット全面、後面ともに折り曲げた長いホーンを通して再生する方式をアクースティックマス型と称している。またオーディオマニアの自作としては長大かつまっすぐなホーンを持つフロントロードホーン型のスピーカーも存在する。 ただし構造的にあまりに巨大になるため、オーディオルームに組み込む形で制作する例が多い。コンクリートで制作するマニアも存在する。ありがとうございます。